子役出身の超人気女優、キム・ソヒョンさん特集、イエーイ。まずは簡単なプロフィールから。1999年6月4日生まれ、現在22歳、身長165センチ、体重45キロ、出身はオーストラリア、事務所は文化倉庫、趣味は映画鑑賞です。経歴、3歳の頃生まれ故郷のオーストラリアから帰国。2006年ドラマシティ10分間あなたの些細なで脇役を演じる子役としてデビュー。2007年幸せな女ケ・セラセラ。2008年伝説の故郷天使の報復など数々のドラマに出演、事務所と契約を結びます。その後もセレブの誕生や製パン王キムタックなどにも出演しています。破壊された男で映画デビュー。500人の候補者から子役とは思えない控えめな表情で言葉を使わず役を勝ち取りました。2012年上半期だけでも6本ものドラマに出演。中でも最高視聴率 40% を超えた時代劇ドラマ太陽を抱く月では悪役の王妃の子役時代を演じ、嫉妬にまみれた少女をうまく表現し注目を集めました。それ以来国民の妹や子役の女王などと言われるようになります。その後も会いたいや屋根部屋のプリンス、君の声が聞こえるなど人気ドラマに出演。2013年には MBC の音楽番組小音楽中心の MC に抜擢。その後日本の人気ドラマ家政婦の御田のリメイク作品怪しい家政婦にも出演。同年太陽を抱く月で共演した同世代の子役キムユジョン、ヨジングとともに子役の平均以上の給料を稼いでいる上位3人として発表されました。ドラマ1話ごとに400万ウォンから600万ウォンを受け取っていたとか。2015年学校シリーズの恋するジェネレーションにて初主演を務めます。また匂いを見る少女や特急便などにも亀を出演を果たしています。その後も活躍を続け、2019年恋するアプリラブアラームやノクドゥデン、花に降る月明かりなど人気ドラマの主演を果たすなど、子役から主演を張る超人気女優へと成長しました。おすすめドラマ。1作目はトップスターの登竜門である KBS ドラマ学校シリーズの2015年版恋するジェネレーション。児童施設で育った女子高生の海、ある日を境に行方不明になっていた成績優秀で美人でお金持ちの女子高生ウンビョルとして人生を歩み始めるようになります。正体を暴こうとしてくる人物やウンビョルにまつわるミステリアスな事件に翻弄されながらも、友達と家族のいる生活や初恋などを得て強く成長していく青春ラブストーリー。ウンビを取り合うナムジュヒョクと B2B のソンジェとの三角関係にも注目です。はい、このドラマはちょっとなかなか可愛らしい放題になってるんですけど、なかなか内容は重い上に学校でのいじめシーンがかなり見てるのがきついです。しかしキム・ソヒョン様演じる一人二役の演技に本当に感服します。記憶喪失や復讐、入れ替わり、友情などラブストーリーの他にも内容盛りだくさんで、もっと早く見ればよかったという声が本当に多い作品です。2作品目は韓国の人気ウェブ漫画家をドラマ化した恋するアプリラブアラーム。舞台は自分で恋する人が半径10メートル以内にいると知らせてくれるアプリラブアラームが登場した世界。同級生たちが好きな人の気持ちや自分の人気度を試そうと盛り上がる中、ラブアラームとは一線を置いている女子高生のジョジョ、ある日有名モデルでイケメンな転校生ソノと出会います。互いに惹かれ合うジョジョとソノ、そしてソノの幼馴染でジョジョのことを一途に思ってきたヘヨン、ラブアラームによって複雑な三角関係へとなっていきます。はい、この作品は今大人気の若手俳優ソンガン様との共演です。惹かれ合う二人に本当にキュンときます。しかし一筋縄にはいきません。半径10メートル以内に入るとラブアラームが鳴るというちょっと現実ではありえないアプリ設定になかなか入り込めないっていう視聴者の方も多いみたいなんですけど、そこは一回目をつむってもらって世界観に入り込むと、ソノなの平穏なのと本当に最後までわからない結末にドキドキします。これもさっきの作品同様ベタベタのラブコメではなくてちょっと重たい設定です。とにかく続きが気になりサクサク見てしまう作品です。シーズン2まであります。3作品目は太陽を抱く月。この作品は先ほども少し紹介しましたが子役時代の作品です。
6話の中間までの登場で、なおかつ主演の子役ではなく王妃の子役というヒール役なんですが、それでもキムソヒョン様を語る上では外せない作品です。将来王となるセジャと王様が信頼を置いている家臣の娘ヨヌは互いに惹かれ合い婚姻を結ぶことになります。そんな二人に嫉妬し、そして父親や周りの大人たちの陰謀によりヨヌに代わって王妃となるボギョンを演じているのがキムソヒョン様。当時の韓国では彼女の役に対して本当に憎たらしいと炎上していましたが、本人的には悪役に対して誹謗中傷があるのは嬉しいことだと語っています。キムソヒョン様を一躍スターダムに押し上げた代表的な作品です。キムユジョン様との関係。太陽を抱く月で共演した同い年かつ同じ事務所だったキムユジョン様、共通点が多いことから2人は周りからたびたび比べられライバルとされることが多くありました。しかし実際にはドラマでのキスシーンについて相談をしたり、ツイッター上でやり取りをしたりするなど仲がとってもいいようです。そしてキムユジョン様はラブコメなどで愛されキャラを演じることが多い一方で、キムソヒョン様はシリアスなドラマでヒール役を演じることが多いです。これに対してソヒョン様は自分も愛され役がいいとユジョン様のことを羨ましく思っているという発言をしたこともありました。また同じ事務所だった2人は契約更新のタイミングで別々の道を選択しました。キムユジョン様は再契約、キムソヒョン様は違う事務所へと移籍になり話題を集めました。別々の魅力を持った2人の今後の活躍に期待です。性格について。ドラマでは堂々たる演技を視聴者に見せるソヒョン様ですが、実はとても人見知り、共演者となかなか距離を詰めることができなかったといいます。2015年のドラマ恋するジェネレーション以降は人見知りをなくす努力をし、徐々に性格も活発になっていったのだとか。また中学卒業後は不規則な学校生活で他の生徒の学業を乱すことを懸念し、ホームスクーリングという選択をしました。その後ハニャン大学へと進学をしましたが、仕事で忙しい中家で一人で勉強を続け大学合格するという努力家な一面も伺えます。役作りのためにカフェや大浴場に行き人間観察をしたり、監禁される役の時は部屋を暗くして過ごしてみたり、仕事も学業も一切手を抜かず輝き続けるソヒョン様は本当に多くの人の憧れの的です。